すごい緊張しますけど頑張ります。私も頑張ります。100人頑張ります。100人頑張ります。はい、ではみんなで行ってきます。よろしくお願いします。あ、いい、いい、いいね。なんだろう、どこだろう。肩周りですかね。はい。優しいけどね。優しいけど、うん、優しい人だよ。ありがとうございます。こっちじゃない。あ、そっちの方がやばいっす。胃腸じゃない。胃腸、うん、胃腸食べ過ぎて、飲み過ぎですかね。それだ。飲み過ぎてんの。飲み過ぎてます。もう大絶賛飲み過ぎてます。大絶賛飲み過ぎ。まあ大丈夫ですね。若干。あ、そっちの方が来ます。あ、それがやばいっす。やばい、自律神経。あ、自分でも。あ、そうです、なんか軽くなった。ありがとうございます。Twitter でハッシュタグハンコミってこれ入れてくれればいいから。はい、これでちょっと一緒に写真撮るんだね。はい、写真撮るよ。あれ、写真撮った。写真を。写真、さっきの写真は自分の。あ、俺のでしょ。自分の。そうだ、謎です。わかりました。撮ってください、撮ってください。ありがとうございます。温かい、温かいね。食べると、うん、そうです。あ、そうです。ちょうど良さそうなやつ。認知症の予防とかストレスの予防これですよ。今ハンドマッサージ、このハンドマッサージを受けようと思って。いいですね。How do you feel? Yeah? Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. そんな変わる？あ、ちょっと痩せてきたかもしれんな。血行は良くない。あ、なるほど。これ普段の街中でやってる。ニコ玉な。久しぶりだ。ハンコミ？ハンコミってどういう意味で？一枚じゃん。なるほど。何の通りなのかこれは。自律神経。自律神経。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。反対側の手は足がやりますよ。ありがとうございます。すごい、すごい滑らかで超気持ちいいんですけど。私はこれ覚えたら毎日やってあげれるので超気持ちいいんですけど。あー、気持ち悪い、気持ち悪い。左手、左手、気持ち悪い。お疲れになった時とか寝れない時とか適当してあげる。よかった。ひなり、ひなり、ちょっと今写真撮ってるんだよ。気温は寒いですね、非常に。はい、ありがとうございます。写真撮ってられていますので、中国北京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 北
京都の医者は、うん、そうです。ですよね。Look this point. ビリビリ、さっきのなんか手の感じのやつめっちゃビリビリしました。どこどこ？それそれめっちゃやばいですよ。ビリビリ。手が今かじかんでるからです。うわ！やっぱ。やっぱ。あ、マーコ。あれだ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 。でもあの、ね、手が本当にずっと立ってたんですか？あれずっとそうです。12時からうわー、そりゃ冷えますよね。寒いよね今日。昨日も寒いよね。寒いよね。夕方になったの？肩がやばい。肩やばいですか？肩やばい。肩やばい。やっぱでもそうだよね。薄着じゃないですか。そう。皆さん太陽がぐっと上がるところなので覚えておくといいと思います。でも今日。フリー。頑張ってフリー。I'm from Ukraine. Yes. Where are you from? I'm from Vietnam. 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 Yes. Yes. Yes.優しの姉ちゃん、マッサージやってる。さっき北京の方いらっしゃいました。上海です。上海。上海さん、お姉さんいた。びっくり。私がびっくりですよ、マリさん。え、だってマリさん巡業というか。いや、だから今日今から行くの。出発。びっくり。そう、今地方にいるしか認識なかった。いや、ちょっと、やだ。でしょ？よく気づいてくれましたね。だってすぐ分かった。確かにこんだけ騒いでればいや、あれでもやられちゃうね。でやっぱ今日寒いから今ダウンばかりに。そうな、気持ちいい、ありがとう。急いでんの、急いでんの。止める、無理やり手をつかむ。うわ、気持ちいい。覚えた、気持ちいい。喋りながらやってるって。ありがとう。それも手を離せないで。手を捕まえて。急いでる必要なのに。ずっとやり続ける。気持ちいい。またちゃんとやりなさい。ありがとう。ぜひぜひまた。そうだから一枚ちょっと行く前にダウンばかりに。行ってらっしゃい。ありがとうございます。みんなで写真撮って。あ、これこれこれ。まさかのマリさん。びっくりですよ。Thank you.
ちょっと席痛くなってるね。どうですか、よかった。優しい手ですね。職人の手。職人の手。何をされてるんですか。ハンドフィングリペアっていう。何ですか。どちらさんなんですか。日本で。どちらからだ。イラン。イラン。ネパールでしょ。ネパール。仕事はあのこっち、あっちの子の。日本語上手ですね。日本語上手。大体3年ぐらい。あ、Hey lieve tante Willy, live vanuit Tokio. Mijn handen worden even lekker gemasseerd. Hashtag #HeinKomi. Ik wil je van harte feliciteren met je 30ste verjaardag. Je bent de grootste schat van heel Europa. Ik hoop dat je een leuke tijd hebt met Hugo in Barcelona. En een hele fijne verjaardag gewenst vanuit Tokio. Doei doei. Doei. Ja? Yeah? Thank you very much. It's very good, very good. Thank you very much. Okay. You're very beautiful. Thank you. Oh, very nice. Stress point. Stress point. I don't have stress. Oh, really? Yeah, I don't have stress. Okay. Okay. Nice to meet you. Thank you. Bye. Hug. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Bye. うん、母なんですけど。そうなんですか。母さん、若っ。母さん、肌が綺麗。やっぱり、さすが北美人。さすが褒め上手。本当にでも肌綺麗。すごい。お母さん、綺麗ですよね。お母さん。だってホテルで温まってきたんです。そうなんですか。いや、違う。心が温かい。そうですよね。どこかお疲れのところないですか、体で。ゴリゴリプリントで使ったことはなかったんだけど、あ、そうなんですね。そうなんですね。両方でやるか。どっちが上手かな。厳しくチェックしてください。こっちするよ。顔見ないで。え、そこ、なんか力、あ、本当ですか。右手が力ある。頑張って、はい、優しい人ですよ、すごい。パンパンなんですよ。パンパンですね、確かに疲れてますよね。疲れてます。パンパンに張ってますけど、ね、難しいですよね。誰ですかになりますよね。あれですか。はい、ありがとうございます。自律神経ですか。真ん中、そうですね。
あ、そうなんだ。私と一緒なんですね。蝶とか。へぇ、ぜひ、ハンドマッサージも。いいうん。よしね。なんか、ね、背中押すのはちょっといいですね。ありがたいです。ありがとうございます。待ってください、じゃあ。食べるつもりが。温かい手ですね。ありがとうございます。疲れたんで。今日ずっとお買い物されてるんですか？そうですね。あ、まあ、手も疲れたんですけど、足が痛いですね。結構私、同じところにツボがあるんで。あ、そうですか。足の痛みを生かすことができます。あー、なるほど。目に出てきたな。自律神経のツボを、はい、ここが痛くて痛いですか？あー、やばい。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あったかいですね。ちょっとポケットに入れてすごい、すげえんだけどね。気持ちいいでしょ。すごいですね。やばい、なんかやばい。写真撮ればカメラをお越しいただければ撮ります。いやでもなんかね、違う。鏡なんだ。今何これ。ここは自律神経なの。あー、自律神経。あー、痛いよ。痛いよ。自律神経。やばい。神経使ってきてる。ありがとうございます。あ、楽。あ、肩が楽。本当に。あ、右手だけここ肩が高いんですね。そうなんだ。あ、すごい楽になったよ、肩。さっきまでゴキゴキ言ってたの。本当にグラビアポーズするよ、もう。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まず最後に自律神経のポイントだけ。気持ちいいですか？押したら痛い。あ、
そうですね、自律神経は押したら痛い人が多いです。めっちゃ、めっちゃ押してたからなんか、痛がるのかなケイテナの特徴的だよね、やっぱりスポーツやってるとね、全然違います。すごい、ちょっと微妙に痛くないですか。なんとなく、ね、やっぱ腰のあたりなんですよ。おすごい寒くてもうもうなんかウォーミングアップでこんな痛いの初めて。そうだから多分手がこわもうね、うん、ウォーミングアップで痛いことない。もう寒いよ。手だけやっとったから。はい、ということで銀河ハンコミ100人チャレンジ終了しました。寒かったね。寒かったはい、で本当にそのグローバルな、ね、方々がやっぱりみんな集ってるんだなっていうのはすごい集計で分かったんですけど、これからしっかりとまとめて集計したものを改めて発表させていただきますので、どうぞお楽しみに。ということで今日私たちこれでこれにて退散です。どうもありがとうございました。